さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 今日は斎藤知事でしょう。百条委員会出席しました。これ第1回目、第1回目ですよ。えー、そして私ね、2時間半すべて見ました。兵庫県民でございますので、この時間はバッチリ開けておりまして、すべて見たんですけども、まあ結論としてはね、まあ完全に今日の段階は逃げ切ったかな。絶対認めないということで、いつもの調子でやっておりましたと。でね、こんな形で最初スタートした時入ってきたんですが、まずね、印象的だったのは、これはい、いろんな形でね、えー、いろんな曲といいますか、生ライブ配信をかなり やっとりましたこちら、カンテレ、これ、MBS、そしてこれは全国のテレ朝ということで、はいそしてもちろんなんですけども、YouTube ですから、右側にコメントがだーっとこういうふうに出てきました、そして左下見てほしいんですけども、これね、テレ朝なんですが、同説で2 5350人でしょ、これがね、ちょうどね、始まって1時間ぐらいだったと思うんですけども、ずっとみんな見ますと、同説でね、14、5万人は見ていたなというのが私の印象でございます。ですから、これからアーカイブの映像もいろんな人が見ますから、めちゃくちゃ ののの人がここ、ね、ライブ放送ととといいまますすか今回の知事の、ね、話を聞くことになると思いますじゃあね、ひとまず5つのポイントにまとめて、あとプラスアルファでいきたいと思うんですが、1個目、エレベーター、皆さん関心あるでしょ例のエレベーターですよ。私がエレベーターに乗るときはドアを開けて待ってると。しかもね、この人、途中の階で誰かが乗ってくるのは大嫌いだと。だからみんな本当に大変な思いをしたと言うんですけども、この疑惑を追及されたときに、さあ、どう答えたか。えー、っとね、議員がこんな形で聞いたんですね。 これは県庁庁舎内じゃなくて尼崎で行われた何かのイベントだと思うんですけどもそこに行ったときにエレベーターのこうやり取りがあって地元の人といいますか、まあ、担当者が大変な思いをしたとこれについて、えー、これ知事はどう思われているかとこう聞いたんですけどあのね腰抜かしましたよまずなんとですね何のことかよくわからないといや、こういう言い方してるんですよまあすっとぼけてると思うんですけどもちょっとよくわからないと。えー、そして、 さらにはですね、記憶にないって言ったんですよ。いやー、でもね、いきなり出たと思いませんかこの記憶にないっていうのは、例の1972年のロッキード事件のあの例の件ですよ。記憶にございませんと。これ言ったら、証人喚問でも1獣委員会の勝ちですもんね。本当に忘れちゃったんだもんって言えば、これはもうね、嘘をついたことにならないと。で、ただね、今回の面白かったんですよ。記憶にないとか言ってすっとぼけるかと思いましたら、ゼロじゃないとは思うと。いや、その強くにそう言ったんです。私思わずぐっと見入っちゃったんですけども、あれあれ ちゃんんと保険かけててきたたのは幅を持たせてくるでもね覚えてはいないいやー詳しくは何のことかわからないとそんな形でもごもご言っておりましてこのエレベーターの一件にしてはこんなふうにね逃げておりましたよねうん行ったかもしれないしねやったかもしれないちょっとよくわかんないなという形ででね今回の,まああの百条委員会なんですけども追及する側もまあまああれ以上ね聞きようがないかもしれませんけども見てる側としてはいやいやもっとこういうふうに言ってくれればいいじゃない かと思う部分が多々あったんですがまあ時間もありますんでね進行役の人が、ね、話し切っちゃうんですよ。さあそれではね次いきますのでもうここでお時間でございますとだからまあ、うん、ちょっとこれしょうがないですよねキッカーもねさあそして2番目なんですけども喫茶店の話あったでしょこれも皆さん興味津々じゃないですかえっと今言われている話としましては喫茶店でね閉店間際の喫茶店これね象徴者ないだと思うんですけどもそこで打ち合わせをしてたと知事がですよえそうしましたら時間が来ました当然のことながら店員の の方がですねすいません時間ですのでと言ったら知事が激怒して俺を誰だと思ってんだ知事だぞおいと怒鳴ったとこれがアンケートの中に載ってた内容ですさてさて知事なんですけどもこれについてなんて答えたかとあのねこれも驚愕だったんですけどもあのねアンケートによりますと知事が大声で怒鳴ったということになってますけども知事のこの意見コメントに、えー、を聞きますとね逆だって言うんですよ店の人が大きな声で もう時間ですよと言ったから私は思わず驚いてしまいましたと、ね、ちっちゃな声で言ってるんですよ。おかしいでしょ全然話が真逆,真逆なんですよ。店の人が大声でもう時間ですよっていうもんだから僕は驚いてしまったと。えー、ですから、ただね、まあ知事として仕事もしてるう打ち合わせをしてるんであ僕は知事なんですけどもということで優しく丁寧にお答えしたというニュアンスのことをもごもご言ってるんですよね。ただね、これはやっぱり何と言いましょう。当然これは記録が残ってるわけじゃありませんし、 がああるわけありませんのでとなるとこれはもう言った言わないの世界になるからこれは百条委員会でねこういう証言をしてもこれが嘘だとかそういうことはやっぱりね追及できないと思います。 でねこの流れの続きなんですけども、この知事というのは瞬間湯沸か式と言われてますよね、当然ここも突っ込んでくるわけなんですが、この今回の百条委員会であこれ面白かったのはね、この知事のプライドに関わるようなことには答えないんですよ。例えばね、瞬間湯沸か式だと思うかとかね、みんなに言われてるよなんてことについて、いやー、僕はちょっと怒りっぽいからですねとかね、そのぐらい言うんだったら構わないでしょでも相当頭に来てるんでしょうね、質問にまともに答えないんですよ。瞬間だだと言われてるんだけど そうだと聞かれてるんですけども話が全然違っちゃいまして僕は一生懸命やっているんですよねとそういうね違う話を延々としだすとまあこれ皆さんもお分かりなんでしょうけども毎度のパターンでこんな形でね逃げているんですはいこれがね喫茶店の顛末だったんですけどもまあ真相は最後まで分からずじまいにこれなってしまうでしょうねさあ3番これはねかなり時間をかけてやってますけども例の考古学博物館か資料館だったかなそこで 20m 歩かされたこれ結構 結構このパワハラ問題では一番の核になっていると思いますけれども、これね、はい、知事のね、言い訳といいますか、知事の言い分ですね、言い訳って言っちゃいけないな、言い分ですね、知事の言い分はこんな感じだったんです、車止め、つまり、ここで車降りてくださいという、なんかポールが立ってたわけでしょ、でそれは車止まった時に僕も気づいたって言うんですよ、あ何か車止めがあそこに置いてあるなと思ったんだけども、これは暫定的に置いてあるもんだから、実際には車は入り口までつけられるものだと思っていたと。 でこれに関しては確かにわからないと思います、知事がねそこから入ったらいけないかどうかなんてこと、まあそこまではわからんだろうなってね、私も思いますよ、でこっからが知事のね言い分がねまあちょっと面白いんですけども、あのねと、なんで僕が怒ったか、怒ったとは言ってないか、厳しく注意をさせていただいたかと言いますと、えー、そこでね車止めがあると、だから僕はその車止めを取って、 車でで入口まで行けると思ったとところがそこでもたもたやってるもんだから私がね迅速に行動して会議に出席しなくちゃいけないのにそこで時間を食ってしまったんだと。それに関して 厳しめに注意をさせていただきましたと。ということでこのね知事がかたくなに、ね、拒否しているの、まあ、拒否していると言いますか認めていないのは歩かされたことに起こったんではないとここいいですかポイントですよ歩かされたことに「ふざけんなこの野郎俺は知事様だぞ」って言ったわけじゃなくて。 円滑にねいわゆるその会議ですよ会議に早く行かなくちゃいけないのにそこに間に合わないと時間が遅れるじゃないかとその遅れる時間を無駄にしたということに対して公務を邪魔されたということに対して僕は怒ったんであるとこれなるほどなと思いましたよね2 0ル歩かされたことに俺は知事様だぞって言ったらこれかっこつきませんからこういう形でね時間を食われたと公務を削られたことに対してこれが結果的には県民に迷惑をかけている行為を僕の部下が行ったんだとそれに対して

厳しめに注意をさせていただきましたと。ということでね、これもまたね、堂々巡るで、いつまでたっても話にならない。まあ結構ね、これ、委員も突っ込んでいましたけども、まあまあ、これもね、この辺で終わりかなという感じでございましたよね。さあ、そして、付箋を投げた、来ましたね。<laughs> これね、ほら、いたでしょ、あの泣いた、泣きじゃくった片山元知事でございますけども、あの片山さんに、付箋を投げつけたと。で、これは、この片山元副知事に対しても、もうヒアリングをね、全部行ってるんですよ。で片山さんというのは 僕に対して投げてきたと言ったんですけども斎藤さんはいやいや片山さんに向かって投げたなんてことはございませんと答えるんです。 でね私この付箋のことでずっと疑問だったんですけども付箋を投げたとか言ってもね付箋なんか1枚だったららペペラペラでで投げられないでしょだからねなんか10枚ぐらいこれペローンってやったほらちっちゃいやつあるじゃないですか細長いやつねあれをピッと投げたのかなと思ってましたらなんとですねこれを質問した委員が実物を持っていましたそれがね5センチ真っ赤くいいですか大きいやつですよ5センチ真っ赤で厚さが 1cm あるやつ厚さがね 1cm あるやつ。あの厚さがね それを持ってきましてこれを片山知事は投げられたと言っていますがいかがでしょうかとそういう言い方を、ね、しているんですよ。よ でこれに関しましては、さすがにねちょっと想定外だったかもしれませんね、おそこまで聞いてやがるんかっていうねきっと思ってたと思うんですけども、ただ顔色一つ変えずに、えー、それにつきましてはいろいろまあまあ言ってましたよ、結局ね、国会議員と円滑な、ね、打ち合わせをしてもらっちゃ困るのに、その辺がおろそかになってたから、私もちょっとね、それじゃいかんと思って、そういう行動に出てしまいましたと、だからこれは否定していません、不箋を投げたのは事実で、えー、それに関しては私はちょっと至らんところもあったかもしれないと。 なんかねここで初めて謝ってたかなでこの話の流れで出たのが牛タンクラブでございます結局ね今の認識だと斉藤さんっていうトップがいるわけでしょそして4人組がいるわけですよ中国のねあの4人組と同じ4人組の連中がいてその4人組が県政を好きなようにしてうまいこと斎藤知事を操っていたんじゃないかと今言われてるでしょところがですねこれちょっと話が違っておりまして確かにこの4人組っていうのはそういうことをねした可能性が今んところ高い ような気がしますよねかなり疑惑出ておりますからでやっていたんですけども実はですね この4人組もこの付箋の問題で分かりますように斎藤さんがここまで暴君だと思わなかったということを言ってるんですよ。うまいことねおだて上げてなんかこういいことばっか報告したら自分たちの自由になるだろうとところがね付箋を投げつけてくるわけですからこんな瞬間弱かしだとは思わなかったとどうもねあの4人組はそう思ってるらしいです。ですからこの斎藤さんっていうのは本当のね真の意味でのこれはもうキングオブキングと言いますかこれはね裸の王様ですよ。 よね、まあそういうことが本当にに、ねこ,まあ、こういう状態だったとそれがね今日の百条委員会で私も分かりましたねえっと前からねこういう事実はあったんでしょうけども私もね調べたつもりだったんですけどもこの内容までは分からなかったでしたそしてこのことは質問している委員も言ってましたよ結局牛タンあの質問した委員が牛タンクラブってこれ言ってましたからね今日でその牛タンクラブの人たちも知事がまさかこんな性格だったとは思わなかったとそれは誤算だったというような意味のことを言ってるとそしてこの このの流れの中で知事あなたは短期ですかとイエスかノーで答えなさいとボーンと言ったんですがもちろん片山さんじゃないや斎藤さんはイエスかノーかなんかじゃ答えないですよね。僕は仕事には厳しいとだから仕事上で問題があると厳しめに言った可能性はあるということでここでもねなんかのらりくらりとしたあそういう言い方しかもですねあの話を聞く時もね一生懸命僕は聞くんだとだからそれでその報告の内容なんかが、まあ、かったるいうことがありますとどうしてもね早く しなさい時間が無駄じゃないかというようなことをやっぱり言ってしまう。それが厳しく感じたんじゃないかな。なんていうことを長々と説明しておりましたね。さあ、これね、5番目なんですけども、まあ、これは総合的な話なんですが、パワハラ認識はあるのかと。これね、何人もの委員が聞いてました。パワハラ認識あるのか、イエスかノーで答えなさい。はい、もちろんこれにもイエスかノーは答えませんと。で、これね、斎藤知事の話をようやくいたしますと、このパワハラというのは、結局、私が判断することではないと。 まあそういうことですよね。判断するのは今回のこの百条委員会の皆様がいろんな話を聞いてそして証言した方の職員のね話をいろいろ聞いたわけでそれはパワハラかどうかというのをこれ決めるんであるとだから私からは言いようがないとこれも結局ね認めないんですよ。で確かにね今回の百条委員会で多少誤った部分はありましたよところがね全部ねこういう誤り方なんです。もしいいですか もし職員の方がそのように不快を感じられたのであれば私は申し訳ないことをしたと思っておりますとつまりね前提が全部つくんですそういう形で不快な思いをしたんであれば申し訳ないと思うとだからねパワハラがあったのかどうかいやいやそれには答えたくないんだけども、ね、もしあの不快な思いをしたんだったら申し訳ないといやそうじゃないとパワハラはどうなんだったいやいやあの不快な思いをされたんだったらこれの繰り返しいつもこのパターンそして県政に邁進してまいりますと。 まあどうですか皆さん、呆きれるしかないでしょう、それにしてもね、このね鋼のメンタルとては一体どこから来るんだと思うんですけども、まあ、最終的には逃げ切ったかあ、ただね、これは今日です、で今日のね、えー、これ第1回目でして、パワハラなんですよ、そして次の2回目、9月6日にやるのは、これ、本丸なんですけども、今日のところ、まあこれはね、なかなかね、白くはっきりつけるのは難しいでしょう、特にパワハラですから、本人にその感覚がないと言われちゃったら、あそうですかとしか言いようがないかと思います。もちろろんんね今日いろんなことを言って 言ってましたよもうこの他にもいっぱい話は出ていたんですけどもとにかくね例えばそうだそうだ人権感覚が私はずれてると思うとかねそんなことも言ってましたそれさらにはいこんなことありましたねチームズってあるでしょ結局ねうんとほら、えー、と要はネットのタブレットを使いまして夜中の12時過ぎになんか指示を出してねえそして明日の朝一までにこれをねこういう誰々局長と誰々局長を朝一にちゃんとねどこどこへ来てあの報告させろと。 これってほら北海道の長谷川学がやったことと同じじゃないですか。ばーっと言ってはい明日の朝7時になった。 まあ,あと言ってみれば国会でも、ね、立憲民主の皆さんがよくやってますよね夜中まで官僚に散々書か,かして明日の朝一に揃えろみたいなまさにあれをずっとやってたわけなんですけどもそれに関しましても、ね、チームズっていうのは非常に、ね、意思疎通を図るのにいいもんであったとだから多少そういう形で遅くなることはあったかもしれないんだけどもそれあったとしたらそれは、ね、喫緊の課題であって急がなくちゃいけない時にはやったとこれは県民のためにやむをえないと思うと、まあ、これだけ聞いてしまうと、まあ、それは たままにはあるだろうななっっってことやっぱりなっちゃいますよね確かにそうでしょ。そうなるとね、だからこれをもってなかなか斉藤さんは、お嘘ついてんじゃねえかともこれ言いづらいということになっちゃうもんですからね。このチームズに関しても、のらりくらい逃げて、うまいことね、やっていたという感じがいたしますね。さあ、皆さんどうでしょうかね。こんな形でね、ほんといろいろ出てましたよ。ある議員はこんなこと言ってましたね。えこれね、なんか議会かなんかかな。えー、な,なんかにつきましてね、えー、知事のあなたのやり方は未熟だ といいう、ね、発言をししたらしいんですそうしたらね、知事が、ね、出てきまして、えー、その言葉は心身を止めたいと思うみたいなことを言って、席に帰ったらしいんですけども、あれはキャベツ発言だってなんかね、大声で、その自分の席に戻った後に怒鳴ったらしいんですよ。だってそこはクローズドの空間じゃなくて、結構大きな、みんないるわけですよ。ところがそんなところでももう感情を抑えられなくてね、つまり自分のことをね、だって自分はもう本当に偉,い偉くと思ってるでしょ。そう人が未熟だって 言われちゃったらもう我慢できないんでしょでブチ切れたなんていうねそんな話もありましたうんもうねこのぐらいにしておきましょう私ね手元にいっぱいメモってあるんですけどもねもうあまり今も頂戴になりますからやめますがはい最後この写真なんですけども2時間半終わった後動画でぜひねチェックしてほしいんですけども最後にね終わった後 たため息ついたんですよふうってこういう感じねまあまあそれは確かにそうでしょうね2時間半こんなことやられたらそれはため息もつきますけどもいや斉藤さんね、えー、今日は弁護士を携えていたみたいなんですけども一言も弁護士に話を聞くことはありませんでしたただ手元には厚いねこう文章がありましたよ徹底的に、まあ、想定問答したかと思うんですけどもまあ今日のところはねうまいこと逃げ切ったというのは私の感想でございますさあ次回はね9月6日あの例のパレードの疑惑問題とかと キックバックとかねそういう話出てくるかと思いますのでそん時はまた私からレポートしたいと思います今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップも是非ご参加くださいそれでは